そのお医者さんの一人がですね、パリ経由の手紙をくれましてですね、あなたが持ってきた薬は無事に着きましたで、私たちが全部それを、ね、分けてですね、その薬のためにどれだけはあとっくに3分の2を超える、こういう力を持っているということを意味しているのだろうというふうに思います。私はその戦地の兵隊さんに送るんですって。兵隊さんそれを腹に巻いてね、行けば弾が当たらないって言うんですって。それでもうその街中にねその女の人が立ってですね、息子のためにあるいは出征した夫のためって言ってその千人張りしてくださいって言って立ってるんですよ。で女学校ですから女学校の入り口にも立ってる。それから授業中にもね千人張りが回ってくるんですよ。すると授業をやめてですねみんながその千人張りするんですね。しかしそれはですね、本当はお腹に巻きますとね、玉が当たったらそのね、たまたまに、ね、これが50年、100年の歴史の流れです。僕は必ず、もう少しちゃんとした理論屋ですから、根拠を持ってますけど。若者の人たちにプレッカクを作っていただきました。市役所前まで憲法を起こしています。集いでは憲法9条京都の会代表世話人の瀬戸内寂聴さんの講演、松川俊秀さんのスピーチがあり、お二人とも